はい、皆さんこんにちは。まあこのエアコンは僕の部屋についてるエアコンなんですけど、まあダイキン製のエアコンなんですけど、リモコンに温度表示っていうのがあるんですね。これをピッてやると、見えますでしょうか。室内温度と室外温度がね、分かるようになってるんですが、今回なんと室内が37度、室外が41度というね、どこで計測してるんか分かんないんですけど、大体まあこれは合ってるとまあ思うので、まあ室野外ですか、野外は多分室外機の方で測ってるのかなぁと、今日光が当たってるのに41度になってるのかなぁと、まあ思いながら、でも直ではないと思うので、百葉箱みたいなね状態だと思うので、多分中に、どうなのかなと、まあ思いながら、今41度で室内も37度というね、熱々な状態なんですけども、ちなみに、これですね、カシオの時計、これは一応 35.9、まあ36度なので、大体これも合ってるのかなと思いながらも、ちょっと心配ですね。ちょっとエアコンつけようかなと思います。ということで、では